カリフォルニア州会議事堂カリフォルニア州会議事堂はアメリカ合衆国カリフォルニア州の州都サクラメントに立地する同州議会の議事堂。庁舎はサクラメントのダウンタウン、北を L ストリート、南を N ストリート、西を10スストリート、および東を1 5スストリートに囲まれたキャピトルパークの西側に立地している。庁舎内には カリフォルニア州議会の上下両院の議場のほか、周知事室が置かれている。カリフォルニア州会議事堂は1860の74年にかけて、ワシントン DC の連邦議会議事堂に習って、新古典主義建築様式で設計、建設された。庁舎及び敷地は1973年に国家歴史登録財に指定された。ファサードは、 庁舎の西側に設けられており、建物の中央からポルチコが突き出ている。ポルチコの下には7つの見陰石のアーチが連なり、上部のポーチを支えている。ポルチコには、縦溝の掘られた8本のコリント式の柱が、縦並べられている。コーニスに支えられた上部のペディメントには、教育、まさよ及び工業をそれぞれ象徴するものに囲まれた、ミネルアが掘られている。 ランタンが設けられた6屋根の中央は二重の円筒状に突き出た構造となっており、ドームを支えている。ドームを含めた庁舎の高さは210フィートである。ドームの上には小型のドームを有するランタンが立っており、その上には球場のフィニアルが据えられている。カリフォルニア州上院の本会議場は2階の回廊の先に置かれている。 内装は赤色を基調としてまとめられ、天井からはオリジナルのガス塔のシャンデリアを復元した伝統が吊り下げられている。手彫りの施された台座はコリント式の柱に囲まれた議長席奥の凹みに置かれている。台座の左右には赤のベルベットのクッションが置かれた席が設けられているが、実際に使われたことはない。上部のコーニスにはラテン語で セネター勢しびたてすりばたとむつるえりと彫られている。その上部の壁面には、ギルバート・スチュワートの娘、ジェーン・スチュワートの手によるジョージ・ワシントンの肖像画が飾られ、鋼鉄製の衆章が吊り下げられている。集会員の本会議場は、上院本会議場とは、反対側に置かれている。内装は緑色を基調としてまとめられ、台座は壁に対して、いいの事情に並んでいる。 しかしそれ以外は、ほとんど全ての装飾は、上院本会議場のものと同様である。ありがとうございます。